サムデーブはサムムーアとデーブ・プレーターによるソウル・ R&B デュオグループ。マイアミで結成され1961年から1981年にかけて活動。サムが高音パートをデーブが低音パートを受け持つ。1964年アトランティックレコードに移籍し、翌年にはアルバムホールド・オンが大ヒット。 タイトル曲もシングルヒットし、R&B チャートの1位を記録。67年にはソウルマンが、ポップ2位、R&B で1位、ポップ年間チャート20位の大ヒットとなった。何枚かのレコードが、ゴールドディスクを獲得した。ながサムとデーブは不仲で、解散は早かった。グラミー賞や92年には、ロックの殿堂入りを果たした。サムムーアは、ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第85位にランクインしている。1988年4月9日にデーブ・プレーターが交通事故で死去した。サムムーアはドナルド・トランプの就任イベントに参加したことで一部の音楽ファンから批判された。ありがとうございます。